今日は七月八日です。ラブサタ三百十八回目。<laughs> そうでした。もういきなり出鼻くじかれたでしょ、みんな。<laughs> みんなえって久々にやっちゃいました日付を間違えるっていう堂々と「ポップアップサンデー」時代にもですね <laughs> ゲストさんを迎え堂々と間違えるというでも言いながらも間違えてることが分かっちゃったんだよねその時は違いますねっていう訂正はすぐできたんですけど<う>今回はもう紛れもなくこう何の迷いもなく9日。 言ってしまって、ねはい、だからこそこうみっちゃんが<う>言葉を詰まらせたことに対してもどうしたのみっちゃんって思っちゃったよね <laughs> <laughs> もうねすぐ訂正入れた方がいいのかどうしようって言ってる間にも<う>あんとそ<う> <laughs> なんかみっちゃんがドギマギしてるなぁと思ったんですけどねいやー生放送はいろいろあるね本当に 久さん出たなさてマークンジーさん来たからありがとうございますさて本放送でボディービルダーの掛け声がちらっと出てましたのでググってみました切れてるよでかいよバリバリダムでかいよ三頭もいいね三頭もいいねちょっとごめね仕上がってるよそう仕上がってるよってよく言うらしいよ兄貴があり笑えたのははいズドン赤が似合ってるよ の色を褒める冷蔵庫何冷蔵庫って大きくて仕上がっている,あなるほど,、えー、どういうことと <laughs>、えー、グレーププリプリで <laughs> <laughs> これが女性からの掛け声なら嬉しいのですが男性からとなると「オイラは無理無理」って結構低い声で言うんだよねみんな「仕上がってるよ」って言いな <laughs> そうだから私の友達も「キレてるよ」って言ってたらしい。<laughs> <laughs> もうちょっと半分面白がってい面白そういやでもねボディービルダーの方たちはもう真剣ですからねそうだってあれほんと変な入れ方すると筋切れちゃったりするらしいのでそうなんだ意外と大変らしいよあれあのポーズでずっとやるのでやっぱりプロじゃないちゃんとやらないとあれはできないんだって筋肉のスペシャリストだからそうだよきっと天才だからね これあの賞取ってたよね確かねそうなんだそうそうあのカスガあのオードリーのカスガさんもさやってるでしょすごいよね私あの中間筋肉のあのパフォーマンスが好きだ。ねダンダンっていうあのボンジョビのねもうえつまいやってのが好きもうボンジョビをうまく使えないやっこ姉さんかもうやっこ姉さんもや聞こえないからもう かすれちゃってかっこいいんだよでも <laughs> かっこいいよね雰囲気は伝わってくるえそしてラジオネームちゃんまろありがとうございます,、はい、いますみちゃんさん日本放送お疲れ様でした朝ごはんは塩分補給タブレットでした重要だね <laughs> 熱中症気をつけてそうだねえ小さい頃から頭の切れまくる幼馴染やいとこに囲まれて育ったんですが、うん、周りから振動と歌われた彼らのこと全然天才だったら思わなかったんですよね、うん、でも私よりはるかに勉強ができず、うん、高校入試の日本銀行の の役割はの問いに24時間営業と答えた弟は本物の天才だと思います彼の合格を知った時、うん、母は泣いていましたそんなことある <laughs> 感性がすすごいんで手先、うん、の器用さも相まって美術や音楽の才能をめきめき発揮、うん、ついでに笑いの才能もめきめき発揮奴、うん、に文章の才能があれば私は何一つ奴に勝てなかったでしょう、うん、天才ってそう感性なんだと思います、うん、え先週の「ブラザタ夏フェス天才的なアイデア」ですね、うん、何をどのタイミングで放り込もうかなとワクワクが止まりませんでした。<laughs> <laughs> あとタカちゃんマンのラジオ番組表、うん、どこにも見当たらないんですが、うん、私の探し方が悪いんでしょうかこれは三輪に頼むしかないか <laughs> さて字とともに哺乳類キャラを自称するちゃんまろですが、うん、個人的にはミッチャーはミーアキャット、うん、サミーはトムソンガゼルのイメージです。トムソンガゼルあもちろん言葉以上の意味はないですって <laughs> トムソンガゼルってパッてわかんないんだけど。すぐす、いや、私も全然出てこない。ミアキャットは、まあなんとなくかよ、ね、あの、やっぱ猫なんだよな。猫ね。猫娘なんだな。なんだろう、このトムソンガゼル。ちょっとググっていいうん。トムソンフォードが出てきちゃった。<laughs> 何それト。トムソンフォードじゃないよよ、ね。ハ <laughs> リソンフォードでしょ <laughs> なんでトムソンフォードって出てきたんだ <laughs> トムソンガゼルってね、これね、なんか鹿みたいなやつ。<う> <laughs> これさ、何よこれ似てるわ、私。わからない。<laughs> あの、私、トムソンガゼル系。<laughs> 足速そうだよね、でも。今日に大変なことになってるトムソンガゼルもいるけど。<laughs> あ、ほんとだ。<laughs> あ、でも足速そうだね。そうだね。うーん。<laughs> えちょっとこういかがしいのを見つけたけど <laughs> <laughs> ありがとうございますトムソンガゼル系で私もじゃあミーヤキャットわかんないけどな嬉しいんだからよくわかりませんがねそうあの夏フェスね、うん、ブラフェスやりますねちょっと楽しい、あのー、なんかさ何 いやあのコーナーごとに取り込んでいただけると、何かうまく、うん、そのネットと連動したいよね。そうだね。フェイスブックとかさ、うん、例えばまあわかんないですけど、その曲をかけたら、うんうん、その曲をもう。 リアルタイムで Facebook に上げてみんなに「いいね」をしてもらうとかああでどの曲が「夏フェスキング」かみたいな「夏フェスキング」っていうか「ブラサタ的夏ソングキング」はどれだ一番「いいね」がついたのがその「キングオブブブラサタ的夏ソング」夏ソング、とかねただ何せパソコンここに もうだからちょっとスタンバイをしておいてう、ね、もう上げるだけにしておいてっていう感じにするとかねいや楽しみだなぜひたくさんのリクエストいただけると嬉しいですなん、ね、5, 5曲5曲ずつしか多分かけられないから何かあのこういう企画どうですかっていうその夏フェスで、うん なんかこうネットでこんな連動できますよとかさ私たち本当にあのねんてううだろネットアナログなんんででそうななすアナログ人間もので何せね使いこなせてないのでせっかくあるのにっていうのが多分ねリスナーの皆さんの方がねそうかもしれないそういうのお上手なんですよきっとなんかあの提案だけでもねこんなことできるんじゃないかなうて夏ペェスもそうだしこのさらにこう盛り上げるために何かやりたいなって思っているんですよ。はい ちょっとなかなかね一瞬では思い浮かばないんですけど頑張るけどうちらもぜひなんかいい案があったり教えていただけたら嬉しいなと思いますそしてラリオさんです放送お疲れ様でした体を温める食べ物ナンバーワンがしょうがなら体も心も温めてくれるものナンバーワンは人肌ですよねっておっしゃるとりねというか誰が塗られひょんやね言われたことあるのかなねえよ ジャニーズ系ではない。知ってるよ。どっちかというと、爬虫類系かな。哺乳類だよ自虐。なるほど。さて、冗談はさておき。冗談なのこれ。心の声でしょ。ごめんね。みっちゃんがずっと言ってたよね。確かにぬらりひょん系。 言ってたよずっと言ってたよぬらり表あ確かにちょっと似てるかも <laughs> ごめんねごめんぬらり表自体が私は出てこなかったのでちょっとググっちゃいましたけどね <laughs> 本当に人のこと言えた顔してないのに失礼しましたそ,そんなことないですけどね <laughs>、えー、無事春分の日のバスと宿が取れました、うん、最近仕事と呼吸しかしていませんが <laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> 何とか暇を見つけて短間書を作成して持参しますのでそれまで頑張って生き続けます <laughs>。なおフェイスブックでの告知が遅れております。私申し訳ありませんがファミリーの皆様もう少しお待ちくださいませということで。いやー本当にお忙しい中<ー>ありがとうございます。いつもありがとうございます。そんな人に塗られちゃうと <laughs> ごめん。で <laughs> も私だけ <laughs> <laughs>、まあ？言ってはないと思うけどね。<laughs> えー、えラジオネームの妻は海賊あさみさんから、かなな先週のラブサタで、はい、ラジオネームラリオさんのお顔のことを、ジャニーズ系ではないと軽くディスったみっちゃん、<laughs> ヌラルヒョンってすごい顔じゃないと発言されたあさみさん。<laughs> リスナーの皆様、こんにちは。うん、こんにちは。<laughs> 先週、一緒に選択しちまったカメムシくん二匹ですが、うんうん、柔軟剤の香りが勝ち、いい香りのカメムシくんとなって召されておりました。あ<ー>、め<ー>、ってこと、よかったよかった。うん、さて、先週のラブサタ、おかご、何系かで盛り上がってましたね。うん、外食遊びも気になっちゃったんで、職場女性8名に聞いてみました。うん、みっちゃん、あさみさんに聞くと、責任感じちゃうといけないので。で <laughs> 結果ですが8名全員「ドラちゃん系だそうですホモ・サピエンス」じゃないのねと聞いたら「だってドラえもんですもの」との回答を足すアニメから抜け出せずちょっとショックだった海賊さみでしたいやいやドラえもんってすごくすて服装じゃないのこと一回さ「ブラサタン」に出まってくださった時あの青いプリスだったかな着てらっしゃって。 その時確かうちらももドラえもんっって言った気がする <laughs> いや<う>でも何でもしてくださるし、うん、何でも助けてくださるから<ー>確かにドラえもんなのかもしれないそういう全体的な雰囲気も込めて、ね、困った時のうん、うん、あさみさんみたいなところはあるのかもしれない。うん そして追伸ですラジオネームたかちゃんまん様、うん、先週はいい情報をお知らせいただきありがとうございます、うん、海賊ハサミは2冊購入しましたので 2>,、うん、2冊も海賊ハサミの友人知人にも協力いただき、はい、予定だと20票は、はい、投票確定です <laughs> 目指せベスト3以内 <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございますいやベスト3に入るだけでも嬉しいよね,ね嬉しいベスト5でももう全然嬉しい名前すらなかったから、ね、本当だよ <laughs> いやほんとあのちゃんまろんさんがさっき言ってたけど、うん、私も一応本屋さん行ったんですけどなくって見つけられなかったのねえねえなんかなかなかやっぱ大きい書店に行かないとないんですかねマー君ンいさん、うん、さんもですね「えー、ぶらさと3時間企画委員会」あてでいいかなということで、うん、あの雑誌買ってくださって、うん、1080円。 同じんですけど。結構すま,せんますね。うん、結構高価なもので申し訳ないんですが。うん それでですね、えー、僭越ながらおいらも10枚の応募券でパーソナリティ一組としてもいいらしいのであさみさんとみっちゃん、うん、担当番組名もちろん「ブラサタ」うんえー、部門コミュニティパーソナリティへのメッセージまあかみかみ適当に <laughs> 1枚のハガキに1枚の応募券を貼って10枚出します、うん、まずはハガキを買うところから、うん、今のところ30票も集まればコミュニティ部門でベスト5に入るようなので「うん、ブラサタリスナーがねずみ講」のように応募すれば1位も夢ではありませんね <laughs> 9月10日まで頑張りましょうあ,ありがとうございます。ちょっと私も頑張ります。これ同じ人が応募したとしても、それを1とはカウントされないのかないや、だって買ってるんのから ?10 枚のうち10枚ってちゃんと。 カウントされると思う。だってハガキにだって一枚ずつ貼るんだよ。そうだよね。って考えたら確かにハガキ代もかかっちゃう。ごめんねみんな。すいません。あの無理せずでいいですから。本当にありがたいお話。大丈夫です。本当にありがとうございます。キャンサーキャンサーさんからも本放送お疲れ様でした。高橋さん結婚してることを忘れ自分をミスと呼び。 それを即座にミステイクとかけるあたりはまさに言葉選びの天才です。本当だよね。堂々とミスって言ったからさ、ミセスだよと思って、ね。<laughs> いやちょっとっ忘れちゃってて。れ忘れちゃって。 前回の「ラブサテで話題になっていた好きなパーソナリティ投票を募集している「ラジオ番組表」という雑誌ですが、うん、結構大きい本屋さんに行ったら運よく1冊だけ残っていたので、うん、即購入しました。 三、えー、時間放送実現への布石として協力させていただきますブ、うん、ラサタの普及に向けて地道に活動していきましょう、うん、ありがとうございます本当に、ね、やっぱり数は少ないのかもしれないねこの本自体のそうだねもうだって四月に発売されてたものだからそうなのよ結構経ってしまっているので 大きい本屋さんにいやでもギリギリでもそう知れてよかったね,ね本当にタカ、うん、ちゃんマンさんありがとうございますいやいい働きしますね <laughs> 本当に本当にうちわリスナーさんあっての番組だね、うん、<laughs> 素晴らしいね本当にありがとうござい情報がね、うん、あの知らないとできないことも多いからねこれでどうしようインタビューとか受け <laughs> <変>どうしようって何が <laughs> もうすでに <laughs> すでに別レに入る気で。もう、入る気まま <laughs> じゃあもうほら、あの、サインみたいにさ、インタビューの練習しときなよ。<laughs> サイン変えた方がいいかなあ,あれ <laughs> あれ変えたらダサいから。<laughs> ひどいひどいスイーチ行こう。じゃあよ、か、加藤から入ってるから。あ、加藤かそうだよ。 あ、加藤から入ってたっけ、あれ入てるからあれそうかそうかあれいつ考えたやつなんだっけえっとあのだから CD 出した頃陽性時代だよねだいぶ温めてきたってどういうことフェアリーじゃないよ何せさ使われることなかったから温めるしかなかったんだよねもうすごい温存するしかなかったのもう今この時だよね <laughs> 今まさに、うん、ちょっとこうあの改善してみたら <laughs> そうだね、うん、ちょっと改善してみるわちょっとスタイリッシュに <laughs> <laughs> スタイリッシュにしてみる、うん、スタイリッシュにフェアリー風に <laughs> どっちよ <laughs> <laughs> スタイリッシュなのフェアリーなのどっち <laughs> 融合 <laughs>